はい、どうもこんにちは、もかげです。ということで今日はね、全アクションカメラユーザーにおすすめのアイテムを紹介しようと思っていて、それがこちらなんですね。ジャンと、はい、あの3つ商品があるんですけれども、いずれも PGY テックから発表されたばかりのアイテムということなんですね。で、まあ、PGY テックっていうとね、僕もね、まあ、こんな感じで GoPro に取り付けるようなあのミニ三脚っていうのはここ最近ずっとね、あの PGY テックのものを使っていて、まあ、こんな感じでね、 GoPro の取り外しっていうのがね、かなりこう簡単でね、利便性っていうのが高いんですね。で、今日紹介するこの新商品に関しては、あのこういったね、旧来の PGY テックのアクションカメラ用のアイテムの、まあ、次世代版っていう風な感じで、まあ、これよりもさらにね、利便性っていうのが良くなっているんですね。で、今ここには3つのアイテムっていうのがあって、まあ、左からマンティスポッド Z で、次がキャップロックアクションカメラネックマウントで、これがキャップロックアクションカメラエクステンションポールトライポッドということで、まずはこのね、マンティスポット Z っていうのをちょっと後から紹介するとして、このね、2つの商品っていうのを紹介したいんですね。で、これはね、あのネックマウントということもあって、まあ、POV 撮影、まあ、僕なんかは手ぶら撮影とかって言ったりしますけれども、それ用のネックマウントと、あとこれはね、エクステンションポールトライポッドっていうことで、いわゆるこうミニ三脚なんですね。で、まさにこういった僕が使っていた旧来の PGY テックのミニ三脚のアップデートバージョンと言えるようなモデルなんですね。まずね、この2つの商品っていうのは、こう日常的にこうアクションカメラをいわゆるこう Vlog 的にね、使いたいっていう場合はめちゃくちゃおすすめのガジェットなんですよ。まあ、ということで、まずはね、この2つの商品っていうのを見ていこうと思います。もうすでにね、これも開封してね、実際こう使っているものなんですけれども、中身を見ていきますと、入っているものはこんな感じなんですね。で、こっちがこうミニ三脚の本体と、で、あとまあ GoPro 用のこうマウントっていうのも一つ入っていて、で、ネックマウントの方は、これがまあ本体のこうネックマウントでね、これをこう首にね、こんな感じでこう取り付けるっていう風なあの感じなんですけれども、それ以外にもこうストラップっていうのもついていて、これなんかはこれをね、この首に取り付けた際に走ったりね、ジョギングとかをされる場合っていうのは、どうしてもこれがね、ここでね、遊んでしまうんですけれども、この補助用のストラップっていうのをね、ここに通すことによって、首だけではなくてこの脇の下からも通すことができて、もう完全にこう固定することができるんですね。まあ、ここにあるような感じで、まあ、なのでこう僕みたいにこう散歩用途ではね、これだけでこう十分なんですけれども、ジョギングとかをねされる際っていうのは、こういった補助アイテムっていうのが使えるということとなります。で、同じようにここにあの GoPro のマウントっていうのも入っているんですよ。まあ、なので、まあ、一見するとね、これただのミニ三脚とネックマウントっていう風な感じなんですけれども、ただこれらのアイテムがおすすめなのは、そういったこうベーシックな機能だけではなくて、この一連の商品っていうのは、この頭にね、こうキャップロックっていうね、あの単語が入っているんですけれども、これが今回の PGY テックの新しいね、クイックリリースシステムなんですね。まあ、クイックリリースということもあって、これなんですよ。この部分のマウントっていうのがこんな感じで共有可能なんですね。こんな感じで、このキャップロックのクイックリリースシステムっていうのが、これがね、めちゃくちゃ便利なんですよ。で、実際に今回の GoPro Hero 12っていうのは、そこの部分にこう新しくね、ネジ穴っていうのが追加されたんですね。なので、この付属のね、クイックリリースシステムっていうのを、これ本体に直接インストールすることができるんですね、サクッと。そうすると、こんな感じで、あっという間にこのミニ三脚に取り付けられる。で、しかもこのクイックリリースシステムっていうのは、これ共有してますから、こっからPOV マウントの方にもサクッと移すことができる。で、これがね、実際ね、めちゃくちゃ便利でスムースなんですね。で、この PGY テックの新しいミニ三脚っていうのは、この旧来のモデルね、僕が今まで使っていたモデルと比べると、ちょっと一回り大きくはなってはいるんですけれども、頭のところがこうボールヘッドになっていて、あとここにコールドシューっていうのも追加されたんですね。まあ、そういうこともあって、例えばこんな感じで外部マイクとかっていうのも、まあ、接続できるようになったんですよ。これももちろんね、マイクだけじゃなくて、こうライトとかっていうのも接続できるんですけれども、まあ、かなりこう拡張性が上がったんですね。で、ただやっぱり、ね、一番の魅力っていうのはこのキャップロックシステムでね、これがね、あの使ってみるとね、めちゃくちゃ便利なんですよ。で、結構ね、この手のね、クイックリリースシステムって、あのアクションカメラ用にもね、いくつか出ていて、僕も何個かこう実際試しているんですけれども、ただ実際こういったこう通常仕様から、まあ、POV 的なこうネックマウントに移行するっていう風になった場合、まあ、なかなかうまくいくクイックリリースシステムっていうのがなかったんですよ。なんですけれども、今回のこの PGY テックのキャップロックっていうのは、この通常利用と POV 的な仕様っていうのがね、
本当にねこうシームレスに使い分けられるようになったんですね。ということもあって僕なんかはこれまでどちらかというと GoPro Hero 11 mini っていうのをほとんどまあ POV 用の専用カメラみたいに使っていて、こういったこう実際のこうモニター付きの GoPro っていうのは通常利用として使うみたいなこう使い分けをしていたんですけれども、このキャップロックシステムっていうのを使うと一つの GoPro を使いながら、まあ、通常利用から、まあ、POV 的な使用までスムーズに、ね、移行できるようになったんですね。でこれで実際こう使ってみるとね結構こう感動レベルと言いましょうか。で今から実際ねこの2つのアイテムっていうのを使用しながら実際こうどれぐらいねスムーズに、ね、移行できるのかっていうねそういったこう動画を撮ってみたんで、そちらの方をご覧いただこうと思います。はい、ということでね今日はこの PGYTECH のキャップロックシステム、これねめちゃくちゃ便利なんで使っていこうかなと。でねもうすでにねこれ POV マウントっていうのは用意してるんですけれども、通常の自撮りからその POV モードにねこれどれぐらいこうスムーズに移行できるのかっていうのを今チェックしてみます。じゃこれね外します。これも簡単に外してて、でそっからこれパッパッとこんな感じどうでしょうということで、これがねそのエクステンションポールなわけなんですよ。でもこれがね取り外しがめっちゃ簡単なので、今も POV モードからさっと取り外してすぐにこんな感じで移動できる。今のこう全部ノーカットなんでね、これやっぱりかなり便利なような気がする。じゃあこれまたね POV モードに戻してみます。こんな感じ、さっさっさっ、こんな感じでね、しかもねちゃんとねこれがねハマるときに音がねカチッて出てくれるんですよね。でここにはねちゃんとロックっていうのもあるし、これ1台のアクションカメラでね自撮りモードと POV モードっていうのを移行する際にはかなりこう使っていけるような気がするな。であとねもちろん今はねこれねエクステンションポールミニ三脚っていうのを使ってるんですけれども、マンティスポート Z なんかもね同じようにこうキャップロック化できるんでね。でこのね POV マウントもねかなり出来がいい、しっかりしている、うん、ちょっとはいこんな感じで、このここの部分っていうのが結構ガッチリとしていて、こう体に合わせた形状っていうのをねすごく作りやすい。じゃちょっともう一回これですよ、これこのスピード感、これでもうすぐに POV 化できるんでね、今のも全部このノーカットだけれどもこれはかなりいいのではないでしょうか。じゃあもう一回こんな感じ、ものの2秒3秒でこれね移行できるんで、このキャップロックシステムかなりこう使えそうです。でこのねネックマウントっていうのもねすごく使用しやすくて、これまあこんな感じでねワンタッチで輪を閉じることができて、取り外すときっていうのはこの後ろのところにボタンがあるんで、これを押しながらすぐ外せるんですね。でこの辺のね着脱もねちゃんとね音でねちゃんと閉まったかどうかっていうのを分かる感じで、でこの実際のこのキャップロックシステムでいうと後ろのところがこうボタンになっていて、それを押しながら取り外しっていうのができる感じなんですね。でこのミニ三脚の方に関してはロックシステムっていうのもあって、これのロックをかけるともね絶対に落ちないって感じなんですよ、ここを押しても。でこれ取り外すときはこれをロックを解除してこれを取り外すっていう風な感じで、この POV マウントも同じような感じで、ここのところがねボタンになっていて、それを押しながらこれを押し込めばこんな感じであっという間にね取り付けっていうのが完了するんですね。まあ、さっきのね実際の使用した映像っていうのもこのミニ三脚からネックマウントに移行するときっていうのは完全こうノーカットでねご紹介しているんですけれども、もう慣れてくるとね 1,2 秒でこう簡単にこうさっさとね取り替えられるって感じで、でこのキャップロック対応のアイテムっていうのは PGYTECH からね他にもねたくさん出ていて、例えばこう車載カメラなんかに使えるようなこうサクションカップであったりだとか、あと他にもこう自転車だとかバイクのハンドルにねマウントするようなそういったこうアイテムっていうのも出ているんですけれども、特にこの Vlog 的な仕様でいうとやっぱりこの2つね、このミニ三脚とこのネックマウントっていうのはね僕個人としてもねこれからはねこのシステムでやっていこうって思うぐらいねかなり使い勝手がいいアイテムだと思います。
はい、で今ね紹介したのがキャップロックシステムを採用した Mi 三脚とネックマウントなんですけれども、それとは別に PGYTECH は新しくねこのマンティスポット Z っていうこれ多機能ミニ三脚っていうのも発表していて、こちらもね実は書かれていないんですけれどもキャップロックシステムに対応したモデルなんですね。このマンティスポットっていうのは PGYTECH でも、まあ、シリーズ化されているもので、あの重量のあるミラーレスカメラでも対応するようなね、あの兄貴分的なマンティスポットっていうのも出ているんですけれども、今回発表されたこのマンティスポット Z っていうのはそれをまあさらにこう軽量コンパクトにしたようなモデルということで、当然アクションカメラなんかでも使えるモデルなんですね。でまあこれもね言ってしまえば本家 GoPro も似たようなものを出しているんですけれども、やっぱりこれねキャップロックシステムが使えるっていうのが特徴なんですね。で本体はまあこんな感じで、さっきのミニ三脚なんかと同じようにここもキャップロックシステムっていうのが搭載されているので、こんな感じであの GoPro に簡単にこう取り付けられるんですね。でこれまあ実際こうどういう風に使うのかっていうと、まずねこの一番上のところにあるノブっていうのはこのボールヘッドっていうのを緩めるようなあの感じなんですけれども、でまあこれマンティスポット Z っていう名前からも分かるように、これカマキリみたいなねあの多機能ミニ三脚ってことで、まあ、こんな感じでここがねパカパカっと開いてこういう使い方ができるんですよ。こういった形状のミニ三脚って何がいいかっていうと、あのどうしてもねこういったねミニ三脚で撮影するときっていうのはポールっていうのはやっぱこう直線にしか伸びないんで、こう自撮りなんかをするときっていうのは片手でカメラを持って撮影してますよっていうのがあの結構ね映像からも伝わるっていう風な感じなんですけれども、このねマンティスポット Z っていうのはこういう形でこのポールそのものにこう角度をつけることができるんで、手の位置とかっていうのが目立たずにまるでこう第三者からね撮影されたような映像とかっていうのが撮りやすいんですね。でしかもまあ GoPro Hero 12の場合っていうのは水平ロックっていう風な機能もあるんで、こんな感じでこうカメラがね少々こう傾いていたところであんまりこう関係ないんですよ。なのでこういったこうちょっとこう目線を外したようなねあの三人称的な映像っていうのもこういったこうマンティスポット Z っていうのを使うと撮影しやすくなるんですね。であと他にもですねこれ多機能なんでちゃんとね足っていうのはミニ三脚化することができるんで、こういった感じでこう手元とかっていうのもね撮りやすくなるんですよ。こうやってある種こう点カメラ的にこの GoPro っていうのを使うことができるんですよね。今もね多分ねこの足とかっていうのは見えていないと思うんですけれども、例えばこうテーブルなんかをね撮影するときなんかっていうのもやっぱりこの GoPro ね小型で軽量っていうね最大の売りがあるんで、こういったこうマンチスポット Z なんかを使うとこう角度をつけてテーブルなんかっていうのもあの点カメラ的に撮影することっていうのができるんですね。ただねこれねあまりねこう角度をねつけすぎちゃったりするとこんな感じで倒れちゃったりはするんですけれども、まあ、さっき見たようにこんな感じの角度であればちゃんとホールドしてくれるんでね、まあ、この辺なんかも例えばね食事風景だとかっていうのをね Vlog 的に撮りたい場合なんかはこのねマンチスポット Z っていうのを使うとこうかなり広くね手元を撮影することっていうのもできるし、であとね他にもねこの足の部分の一つにこの引っ掛けるギミックっていうのがあるんで、例えばこうフェンスであったりだとかあと壁の部分にねこうつっかえとかっていうのがある場合はこれをね引っ掛けることによって、まあ、こういった形でカメラを設置することっていうのもできるんですね。なのでこういったこうコンパクトなミニ三脚としても使うことができますし、ここを開けるとなるべくこういったこう持ち手っていうのを目立たせない形での自撮りっていうのもできますし、でさっき見ていただいたようにこの足の部分っていうのをね広げることによってこういった形でのテーブルなんかの俯瞰撮影もできるっていうこと でこれもね実際こう使ってみるとねあのやっぱりよくできているなっていう風な感じなんですよ。であとねこのねマンティスポート Z っていうのはこのミニ三脚なんかと比較してもねこの持ち手のグリップの幅っていうのは大きくなるんですけれども、全体的な大きさでいうとねそんなにこう変わらないっていう風な印象なんですね。でこっちもまあちゃんとねボールヘッドっていうのがついているん でなおかつやっぱりねこれがこのキャップロックシステムにも対応しているっていうことなんでね、個人的にはねこの Vlog 仕様的に言うとねこの3つっていうのはね持っていて損がないアイテムだと思うんですね。で POV 撮影の時にはこのネックマウントを使って、まあ、通常のこうカジュアルな Vlog なんかではこのミニ三脚を使って、であとね例えばこうちょっとこう三人称視点であったりだとか、あとまあテーブルなんかの俯瞰映像っていうのを撮りたい場合はこの多機能なマンティスポット Z っていう風な感じで、まあ、それぞれの役割分担っていうのがちゃんと分けられて、それらこの3つのアイテムっていうのが全部このキャップロックシステムによってこう簡単に移行することができる。これがね実際使ってみるとねこうかなり神機能っていう風な感じで、これはまあ GoPro だけじゃなくてねアクションシリーズもそうですし、その他のねアクションカメラのユーザーさんにもねおすすめできるアイテムかなという風に思います。こちらの商品概要欄にリンク先貼っておきますのでぜひチェックしてみてください。というわけでこんな感じでアクションカメラ関連の動画っていうのを日々更新しておりますので、もしいただけましたらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺でおもかげでした。